マッティア・ペリンは、イタリア・ラチオ州・ラティーナ出身のサッカー選手。ユベントス FC 所属。ポジションは GK。ジェノア・ CFC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2010年1月13日にトップチーム昇格。しかし、マルコ・アメリアが健在で、出場機会はなかった。アメリアがミランに移った2010から11シーズンは、エドワルドが正 GK だったが、 2011年5月22日の最終節 AC チェゼーナ戦でセリエ A デビューを飾った。エドワルドが去り、セバスティアン・フレイが加わった2011から12シーズンは出場機会に恵まれないと判断し、2011年7月7日にセリエ B のカルチョパドバにレンタル移籍。イヴァン・ペリッツオリが降り政治意獲得とはならなかったものの25試合に出場して、 経験を積んだ。2012年7月30日、約20年ぶりに、セリエ A 復帰を果たしたデルフィーのペスカーラ1936にレンタル移籍。8月25日のインテルとの開幕戦に、スタメン出場したが、0から3で完敗した。その後、ペリッツオリも加入し、2年連続で同じチームとなった。DF が崩壊仕事試合のように失点を重ねた、中でも、 好プレーを見せたが、チームはリーグワーストの84失点を起死自身も29試合で66失点という出来だった。終盤戦はペリッツオリに定位置を譲り、最下位でセリエ B に降格した。シーズン終了後、ジェノアへ復帰。フレーが退団したため、背番号1番を与えられた。2018年6月8日、ユベントスへの移籍が発表された。 遺跡金は1200万ユーロで契約は2022年までの4年間。背番号は娘の誕生日の2月19日から取って、レオナルド・ボヌッチが着用していた19番に決定したが、ボヌッチの復帰により19番を譲り、22番になった。2020年1月2日、ジェノア CFC にシーズン終了までのレンタルで遺跡した。2020年9月4日、 引き続きジェノア CFC にレンタル移籍することが発表された。イタリア代表として各年代でプレーしている。2012年8月10日、チェーザレ・プランデッリ監督によってイングランド代表との親善試合のメンバーとして A 代表に初招集された。ありがとうございます。